はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。正明様、おさむ様、正論様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。今日全国的に猛暑、静岡市で40度を記録。規定により成人サッカー大会予選が中止になりました。40度に達したら中止する。ここね、過去に事故を起こして死亡者出てるらしいんですよね。熱中症でね。皆様、熱中症にくれぐれもご注意ください。昼間受けた熱がですね、体内にこもってて、夜に体温上がっちゃって、暑くて暑くて寝れない、体がほてってなんて時、要注意であります。すぐに足に冷水かけるとか、冷房きつめにかけるとかして、体の熱取らないとですね、死亡する場合もあります。目安はですね、体冷やす目安はゾクッとしてガタガタ震えるぐらいまで冷やさないと危ない。これ犬でいたんですよ、複数。夜中にですね、来てですね、泡吹いてて、熱測ってみると40度越しててみて、犬がですね、何回かありました。で、話聞くとですね、そういえば昼間に海岸に行って遊んだとかですね、真夏よ。そういえば昼間に、ゴルフ場に連れてった、真夏にね。そんなのが夜になって体温が上がってくんですよ。体に熱こもっててさ、でですね、脳みそが煮上がった状態になると、脳浮腫っていうんですけど、まあ煮上がっちゃう。しゃぶしゃぶの肉のように、イメージしてください。脳みそはですね、しゃぶしゃぶの肉は煮上がるともう生肉に戻んないじゃないですか。だから熱中症でね、脳浮腫、つまり脳みそが煮上がった状態になるともう絶望的です。なのでそれ前に、それになる前に、体ガンガン冷やしてガタガタ震えるぐらい。最近でもですね、70代の男の人が、昼間草刈りやってですね、で夕方普通に家に戻って夕食食べて風呂入って、で寝てる間に体温上がってきて亡くなったっていう、そういう事件もありました。夜になったから安心ということではないですからね。私の住んでるとこの地域予報を見ますと、今日ね夜12時も30度だって。これエアコン壊れたりなんかすると、生死に関わりますね。今の時期ね、やばいな。水産庁、2016年に1匹4万円だったうなぎ稚魚養殖コストを1匹1800円まで下げることに成功。研究成果を独占するんではなくてですね、民間に流して量産化を目指すそうであります。立派です。世論です。中国韓国が技術を盗みに来る、これはグッジョブ、国家機密にしよう。近代うなぎとは別物、民間に技術供与したらもっともっとコストダウンできるだろう。家族で食べ比べしたんだけど、天然より養殖うなぎの方が食べやすかった。そうなんだ。民間企業が競ってね、そういう工夫したらもっともっとコスト下がったらうなぎ、もっともっと安く食えますね。1匹1800円だと、ちょっとあれかもしれない、不足かもしれない。水産庁はですね、私らではこれ以上のコストダウンはちょっと無理だな、あとは民間企業の創意工夫に任せっか、いうことで公表したんでしょうね。でね、コロナ前、池袋の西部に入ってる店はうな丼3500円、うな重4000円だった。今はもっと上がってるかもしれないな。皆様の地域ではうな丼、うな重どのぐらいしますでしょうか。中国、韓国が技術盗むことに皆さん心配していますけれども、1匹1800円のレベルだと盗んでもあんまりうまみないような気がするな。あとは民間企業が磨き上げたもの、1匹500円でできるようになったとか、そういう企業秘密をですね、企業が警戒してですね、盗まれないようにしてもらいたい。で、中国、韓国は愚か、うなぎ食うの日本人と
英国うなぎゼリーっていうあの気持ち悪いのがありまして、だけなんですよね。だからあんまりね、あの技術盗まれても何せ日本人しか食わねえんだから日本人に売るしかねえんだからあんまり心配はしてないんですけどね。中国韓国が盗んだとしてもで安くできたとしても結局は日本人に売るしかない。だからあんまり心配してないんですけどね。それに盗んだものは盗んだものであって、本家にはかなわないんだろうから到底、英国で政権交代、左派の労働者党が勝利しスターマー政権発足。インド系のスナク首相も引退か。早速ですね、声明発表、ウクライナを揺るぎなく支援、英米豪による安全保障構築に取り組む、NATO 首脳会議に出席するなど、日本の左翼と英国左翼は全くの別物だなぁと話題になっておりました。世論です。日本のリベラルはリベラル語ってるだけの偽物だから、日本の野党はリベラルじゃないだろう。透明にリベラルが入ってるのって自民党だけだし、日本のリベラルだけが異常。市民団体、平和団体、人権、リベラルって単語が終わってる。日本のはただの自称リベラル。日本の左翼だけ世界情勢から取り残された化石。日本のリベラル名乗ってる人って基本他人の意見に耳傾けない上に、意見異なる相手には攻撃するしで、平和の対極みたいな生き物でしょ。集団安保体制否定、国防すら否定、どこがリベラルなんだよ。ただの狂気集団だろ。我が国の左翼を一言で言い表すと、リベラルと自称する連中を一言で言い表すと外敵になると思うんですが、異論は認めます。これ以上にぴったりした単語あったらコメントで教えてください。我が国の左翼を一言で言い表すと、外敵が一番ぴったりくんのかなって今んところ思ってますけれども、共産党も立憲も社民も全然リベラル寛容じゃないし、共産党なんかね、多様性の統一とかいう矛盾する言葉心臓してですね、一つの価値観しか認めないってことをやっております。詐欺ですねこれ。自分の意見を通す手段がですね、論より大声、嫌がらせ、最後は暴力だし、どこが寛容なんだかわかんないですね。リベラル、平和、人権、平和団体っていうやつは警戒するようになりました。皆様も同じとは思いますけれども、今日の単身です。今ね、都知事選に関して言ってはいけない時間、今日の20時までなので、ニュースが見つからないっていうか、もっと大事なニュースあんでしょうけど埋もれちゃうんだよね、都知事選のニュースばっかりで。北海道利尻沖でウニ漁をしていた漁船が転覆。4人のうち、乗組員4人のうち3人は自力で岸にたどり着いたが、船長の工藤俊博さん88歳が搬送中の病院で亡くなりました。お悔やみ申し上げます。88歳まで現役で漁師やってんのか、すげえって話題になっておりました。私もですね、できたらいつまでも働いていたい口なんですけれども、これは仕事にもよるんでしょうね。意外ないね、退屈な仕事だったら早く引退したいだろうと思うし、定年して家庭菜園やりたいなとか、古民家買って移住したいなとか、いろいろ夢も膨らむというものであります。というわけでニュース少なくてですね、今は都知事選のこと言っちゃいけない時間帯だし、短くなってしまいました。2日間続いた爆音工事でなんか今日は疲れちゃって体だるいっすよ。夏バテしてんのかな、周りの暑さにな。こんな私がかわいそうと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。